リベルテ級戦艦は、フランス海軍が第一次世界大戦前に建造した、最初の純度級戦艦の艦級である。フランス海軍が進めていた28隻、艦隊装甲艦整備において1900年において6隻の建造が認められた。この1900年度計画において全級の、レペブリック級2隻に引き続いて4隻が建造された、クラスが本級である。時の海将カミー・ユペルタンが、 保守的な応答派が多いとされる海軍部内に対抗して共和制的な官名にこだわったため自由、民主、公平、真実という実に共和制フランスらしい官名となっている。技術面においては副砲が装甲巡洋艦の手砲レベルである19.4センチメートル速射砲に強化されているのが特徴である。本級の武装、装甲配置を示した図。 本級の船体形状は、本級から新規に、朝鮮首老型船体を採用しており、大西洋での作戦時でのしのげなみ性を良くするために、還元を高く取られている。監視水面下には未だ昇格がついている。手法は、1893から1896年型30.5センチメートル砲を、大円筒型の連装砲塔に収めて一機を配置、司令塔を組み込んだ。 ソーダ環境、短脚式の全部ミリタリーマスト、船体中央部の3本煙突は、この頃のフランス海軍の特徴である、艦室分離配置により2番煙突と3番煙突の間が大きく離されていた。煙突の周囲は、艦載艇置き場となっており、片元1機ずつのクレーンにより運用された。左右甲板上に、後部ミリタリーマストの後ろは、 看板一段分下がって、後ろ向きに二番手砲塔が一機配置された。リベルテ、手法は、本級で採用が最後となる、1893から1896年型30.5センチメートル砲、である。これを連装砲塔に収めた。その性能は349.0キログラムの砲弾を、行角15度で12000メートルまで届かせられる、射程を得ている。 これを連装砲塔に収めた。砲身の上下角は行角15度、深く5度で、左右の旋回角度は単体守備線方向を0度として、左右150度であった。砲塔の動力はフランス海軍の伝統である伝動である。発射速度は毎分一発であった。副砲は超砲身の1902年型 19.4cm 速射砲を採用した。この砲は、 重量八十九点五キログラムの砲弾を毎分二発を発射できた。俯仰角度は仰角二十度、不覚五度である。他に耐水雷低用に千九百二年型六点五センチメートル速射砲を単装砲がで十三機、四点七センチメートル単装機砲を十基、四十五センチメートル魚雷発射管を二機を装備した。ボイラーは。 当時の最新型高性能機関である、フランス製のベルビール式石炭戦勝艦を22機。これに、直立型3段膨張式レシプロ機関を組み合わせて3機、3軸推進とし、出力 17,500HP で、速力18ノットを発揮した。航続距離は、石炭900トン搭載して、速力10ノットで8,400海リーと、当時にして、大航続距離を誇った。 デモクラティの大焼け身において3日間の連続稼働式、ありがとうございます。